こんにちは、ウです。今回もパズドラ実況やっていきましょう。今回もですね、まあ、いつも通りのビッグマム艦隊を使っていくんですけど、回答見つかりました。やっと正解がね、見つかりました。このビッグマム艦隊のを紹介したいと思います。まずは、白髭が、2体分ですね。いや、3体分でしたっけ？ 3 体分。で、ここがポイント。これ、ルフィですね。これ、ルフィをつけます。で、スキブ1個枠と、追い打ち。この2つが正直満たしたらいいんだけど、まあ、3色攻撃ついてるからより強いなってことで。で、あと2体が属性変更と。これね、今、もう1個がこれと。もう1体ね、いつも水属性のやつつけてたんですけど、今回、これ1体減らすことによって、初手から変身できつつ、ビッグマムの弱点である、この追い打ちがないっていうところをね、追い打ちあれで、盾で組むやつでカバーしてると。これが最強すぎるんで、今回、百花繚乱3。まあ、前回、コロシアムはね、ちょっとあまりにも、ダメージ吸収とかが多すぎるんで、今回、ここで、やっていこうかなと思います。それじゃあ行きましょう。誰か入ってきてくれるかな、これ。誰か入ってきてくれるかわかんないんだけど、まあ、待とうか、一応。誰か入ってきてくれる。オッケー！まだこのメンバーでやる気のあるみんながいると。オッケー、じゃあ、初手ビッグマム艦隊行きましょう。いやー、そうだ！忘れてた！そうだ、これ、初手変身できねえんだよ。あれがあるせいで。皆さんわかります？あれがないんですよ。うわ、キモすぎる。そう、バッチが発動できないんだよね。なんで次のターンからってことで、お願いします。オッケーで、これで組んで、ビッグマム艦隊でね、今回来てるんで、もうこれで最強よ。オッケー。オッケー。まあこれね、全然 L 字がないのに L 字っぽく組んでるだけなんで、これワンパンできるかな？いや、ワンパンできるでしょ。いけ、ビッグマム！オッケー、強すぎる。で、次から変身できると。これもう環境トップティアワンだろ、これ。めちゃめちゃ強い、これ。オッケー。あ、ビッグマムもう一人いる。え、君もビッグマム艦隊？え、ヤマト艦隊の可能性もある、この方。いや、え？あ、まあ、ヤマト艦隊ではないと。あー、すげえ。あれだ。ムイモイパクパク。ムイモイパクパクさん。これあれだ、レアリティ、あれじゃない？カイドウのパーティーで、ヤマトとカイドウの夢の親子対決みたいな。いや、親子対決ではない。親子協力みたいな。そんな感じのパーティーになってんじゃない？これ。めちゃめちゃいいじゃん、普通に。めっちゃ素敵なパーティーだ。オッケー。さあ、どんな感じ？あ、キードロップを持ってきたかったのかな？オッケーオッケーオッケー、全然大丈夫よ。オッケー。オッケー、10コンボいったら倒せるでしょ。あ、そっか、うわ、あれか。無効貫通がないのか。無効貫通キャラは誰かいるのか、これ。あー、いないのかな、どうなんだろう。あーっと、あー、こっちも親子だ。すごい、なんかすごいところに紛れ込んでいる。なんかめっちゃ嬉しいね。なんかそれぞれ親子みたいな。めっちゃ熱い展開なんですけど、これ。絶対みんな勝とうね、これ。絶対に勝ちたい。ここまで来たら、ここまで来たら、ここまで来たらの日本語がわけわかんない。 いける？あ、でもそっか、無効貫通がないのか。そっか、無効貫通のために耐久みたいな感じかな。あ、ビッグマムでも変身したから。おい、おい、おい、なんかつけてたっけ、無効貫通の。全然見てなかった。やっぱゲップです。オッケー。ね、ダメージ与えられなくなったんだけど。まずは貴様を試す。なるほどね、パズル組むみたいなやつか。海峡何をしたらいいんだろう。組んでみせろ。これ何したらいいの。ちょっと待って、これ何したいね、全部消せみたいな。これビッグマムせっかく変身できるのにな。まあいいや。じゃあこんなんで。いいかな。あ、回復いっぱいしたいね。回復いっぱいしよう。オッケー、こんな感じで。これいけんのかな、これでいいってこと、全部組めって。そういうこと。あ、合ってるっぽい、合ってるっぽい。オッケー、みんなこれ、頑張って、やろう。協力、協力。絶対みんな、死なずにボスまで行こうね。絶対に。みんな、絶対死ぬの禁止ね、これ。絶対、もうみんなで仲良く最後まで行きたい、僕は。オッケー、全部消して。オッケー。あ、それ、大丈夫？お邪魔、お邪魔、お邪魔、お邪魔。大丈夫？大丈夫？消して！あと一個！大丈夫？それ、大丈夫？知らない？大丈夫なのかな、これ。ごめん、全然こいつのギミックが分かってない。大丈夫これ。おい、大丈夫なのか、これ。あれ全部消さなくていいのかな、わかんないけど。パーティー瞑想中全然いいよ。君のそのパーティーがもう最高すぎる。これね、ローがめちゃめちゃ強いんですよ。これ、スキブこれ2個だっけ？ 3 つか。スキブ3つだったっけな。だから、2、6、6、9。スキブ9なんですよ、ロー。マジ強いよな。まあ、バチクソに強い。まあ、このね、超追い打ち消しが、まあ、いらないかなって感じもするんだけど。これ、あれだったらいいのにね、この L 字回復みたいにさ、
なんか他のやつでこいつもこの超お湯ちあるおかげでめちゃめちゃ強い潜在覚醒がつけれるみたいな、そんなん追加されたらいいのにねって思います。 OK で全員変身しようか。ここライフオアトリート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 。 OK 来ました、クソババア艦隊。 OK このクソババア艦隊でどこまでいけるか問題なんだけど、やばいなこれ。 OK でこれいただいて消しまして、ここで OK。待ってこれ回復間に合っ、いやまあ耐えれるか、耐えれると思います、これ経験あるんで。 OK じゃあこれで突破していただいて、まあいいあれなんですけど、あーそうか全回復あるのか、マジ強いなビッグマム。ビッグマムガチ強いかもしれん、環境トップだわこれ。ビッグマム艦隊みんな作った方がいい。で 90% なんだけど、まあ今の時代ねこの余裕ですよね。カイドウもこれ自分の攻撃なんか 15ターンの間15倍だっけ10倍だっけ、なんかそんなやつあるから、いやありがたい、ガチありがたいね。あこれ操作時間固定なんだヤマトって、まあねちょっとヤマトもね確かにめちゃめちゃ相性はいいんですよこのカイドウと。ただねちょっと僕がいつも思うのがね、ちょっとねこれ攻撃倍率がちょっと低めなんだよね。せっかくカイドウがさ45倍なのに19倍っていうね、ちょっと悲しい。まあカイドウのあれでなんとかあれなのかな、あれもセーフみたいな感じになるのかな、これなんでみんなこれいけてんのこれ。あカイドウが無効なのか、なのでね、カイドウ一人の火力だけであそこまで持ってってると、カイドウ強すぎやろ。いや、これ誰かルーレット上書きしてくんないかな、誰かルーレット上書き持ってないですか。いや、ないかな、ルーレット上書き、あー、ないね。じゃあこれ最後まで、あれとはお付き合いしていくという感じで。OK、ありがとう。で、これで50億まで出るようになったと。いや、これマジ強いよな。この変身キャラクターなのに、そう、できるようになるという。このハイスペック女子。いやこれモテるね、ビッグマムマジモテると思う。モテるか。オッケー、水属性は僕ないから、これ僕に任せてほしいね、ここ。まあ次なんだけど、いやいけるかな、この人でワンチャン突破できるんだけど、カイドウとロー入ってるからね、もしかしたらちょっとあれかもしれないけど、どうだろう。さあ頑張ってくれ、いけますか。悩んでるね、パーティー瞑想中、心も瞑想中と。いやいけるよ、君ならいける。オッケー、ナイスありがとう。でいいね、めちゃめちゃいい、いいよ。これねルーレットが邪魔なんだよね、これ4個もあんの、4個もあったらめちゃめちゃ邪魔だわ。 OK いいね、で突破と倒してくれ。 OK ありがとう、次から僕も攻めるわ。あれ、なるほどね、なんか変な人がいると。まあこれ一回使おうか。 OK で水以外ね、水以外全部消す。でなんで木をもらっといて、オッケーで、こうで、こうで。オッケー、じゃあこんなんでいこうか。そこ、火になったらいきます。オッケー。で、これでいけるはずでしょう。オッケー、9299。攻撃力高すぎやろ。いけ！オッケー！限定。あ、これもうそろそろいけたんじゃない？復活しないでしょ、これ。オッケー、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 オッケー。ミラクルオッケー TV。ナイス、ナイス、ナイス、マジナイス。ムイムイパクパク。ここでそろそろ突破、あ、その真ん中を次倒すのかな、全然よく分かってないんだけど。いやありがたい、マジありがたい、本当にありがとう、ガチナイス。いやこれマジナイス、激ナイス、もうめちゃめちゃにナイス、本当にありがとう。もうマジ邪魔だったそれ、ほんまに邪魔だった、ありがとう、マジありがとう。でそうでもね、僕あれ4つ消しだから、あのビッグマムのあれ3色なんだけど、あれがあれだから、これ水以外のあれが全部揃ってないと火力出ないんですよね。でもまあそれもしゃあないんだよね、あれだから追い打ちがねえから。 OK 頼んだ。まあ今回に関してはあんまり追い打ち活躍しなかったんだけど、 OK いいよ。 OK で僕のドロップも全部あると。あでもその次か、僕、いやワンパンすんじゃない、もしかしてこれ君パーティー瞑想中ワンパンしちゃっていいよ、全然ワンパンしちゃっていい。なんかすっごいエコーかかったね、なんかカラオケで収録したこれ。わーっと、いやワンチャンいけんのかな、いやいけるだろこれ、今の時代だったらいけるでしょう。わーいいな、ノンストレスフリーパズル、オッケーオッケー、いいねいいね。ちょっと水汲めないかな、あ水は汲めないと、まあ全然大丈夫よ。オッケー、いやーこれきついんじゃない、まあまあ任せてくださいよ、ここでウルワホイが
ウルワッホイの攻撃力。ちょっと舐めてもらっちゃ困る。いきます。オッケー、最高のパズル見せてやるよみんなに。オッケー、もう今早速見せてるんだけど、オッケー。でコート、オッケー、みんな一緒に戦ってくれてありがとう。これで突破するわ。オッケー、みんなこの一番左以外全員50億出るから、いけ。